かわいいすぎやねんてば、浅田舞魔王が表情共演。キレキレ高速ラインダンス動画に反響、氷の上の妖精。元選手でタレントの浅田舞、35、が8日までにインスタグラムを更新。フィギュアスケート元世界女王で妹の魔王も参加したキュートなダンス動画を公開した。この日、舞は、ホリデーイズカミング、 サンクユーと綴り、一本の動画をアップ。動画の冒頭、背後にツリーや雪だるまが飾り付けられたリンクの上で軽快に足踏みする前の両脇に、妹のマオとフィギュアスケートウェアの選手として活動した柴田涼、36が登場。運動会でおなじみ、天国と地獄の高速バージョンのメロディーに合わせ、 時にユーモアあふれるコミカルな動きを挟みながら、三人で行きぴったりキレのある表情ラインダンスを披露している。近年は、中井正宏スマイルたちへ、TBSK の企画、金スマ社交ダンス部で社交ダンスにも挑戦中の舞を筆頭に、スケートダンスのプロフェッショナルが集結した豪華な表情共演。一足早いクリスマスプレゼントに、 フォロワーからは、かわいいすぎやねんてば、仲良し感が出ていて最高楽しそう。見てて元気。いちゃん、まあ、とっても、ダンス、が、切れてる、氷の上のまちゃんも、やっぱり素敵だなぁ、ほのぼのする動画ですね。なんなのこの愉快で豪華すぎるラインダンスは、氷の上の妖精といった好意的な反応が相次いだ。一時は不仲だったものの、 互いに現役を引退して以降ぐっと距離が舞と舞を。今年7月に舞が、鉄子の部屋、テレビ、朝日系に出演した際には、お互いは常に一緒にいます。食事もお買い物も全部一緒です。と仲良しエピソードを語っていた。うよ曲折を乗り越えてきた二人ならではの本格的なスケートプログラムも見てみたい。